どうも、なおちんです。さあ、今日はポケモンレジェンズアルセウスやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。一発目の投稿になるんですけども、全クリしました。今ちょうどね、全クリをしました。昨日の夜中の12時から始めて、プレイ時間14時間ぐらいでクリアすることができましたね。話もちょくちょく聞きながら、流しながら行く感じで、サブクエストはほとんどやっておりません。結構短かったね。話をね、がっつり聞きながら行くと、おそらく20時間以上はかかったのかな。で、サブクエストも100個以上あるっぽいので、それを全部やるにあたっては、さらに十数時間かかるんじゃないですかね。もう本当に、全クリに向けて、もう全振りでいくっていう感じだと、14時間でクリアができるっぽいです。そして、全クリをしますと、伝説ポケモン、ティアルガとパルキア、この2体が仲間になります。最初からレベル65なので、即戦力として使っていくことができますね。ちなみに、全クリをした時の、俺のポケモンたちのレベルが、だいたい50前後です。相手が60ちょっとぐらいのやつなんで、まあ50前後で弱点ついていけば全然勝てる感じでしたね。で、ラスボスは弱いです。ラスボスは弱い。その手前のボスの方が断然強いですね。ラスボス弱いので、まあ気楽にやっていってください。そして全クリした後に新しいクエストが発生します。そのクエストで伝説のポケモンをゲットしていくという形ですね。一体いくつの伝説ポケモンがいるんでしょう。それがちょっとね、まだわからないんですけども、結構いるっぽいです。で、一つ気になってるのが、このね、星の数。今、5つ星なんだけども、10個星が並びます。多分ね、レベルが99とか100じゃ収まらないね。150ぐらいかな？おそらく。マックス150ぐらいまでは上がりそうな感じです。まあ、これもちょっとまだわからないんですけどね。でもおそらく99とか100ではないと思われます。で、まだね、俺レベルが66とか、それぐらいが最大なんで、レベル上げの場所っていうのも探してないですね。レベル上げの場所は絶対あるはずなので、それもね、今後探して動画に出していきます。それでは、ポケモンレジェンズアルセウス、クリア後の世界を攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。